はいどうも、東海の哲也です。特技は長距離射撃です。ま、当たったかどうかわからないんですけどね。というわけで今年もやってまいりました。1年の振り返りと来年の抱負ということでね、非常に真面目な動画となっておりますので、笑いとか期待している方はね、さっさと携帯として、仕事で寝てください。まあ毎年話していることなんですけどね、登録者の推移というものにね、ちょっと触れていきたいなと思います。1年前のこの動画を撮ってる時の登録者数が617万人だったらしいんですね。で、今の登録者が674万人ということで、57万人登録者が増えましたと。ありがとうございます。素晴らしい。去年話したのが、登録者の増えるね、ペース、その増加人数ってのが結構下がっちゃったよと。俺たちピーク過ぎてやばいんじゃないかみたいなね、話をしてたんですけど、2019から2020が79万人増えてたんですね。で、2020年から2021年が52万人しか増えていなかった。しかし、今年はですね、57万人増えたということでね、もう一回こう下がったペースがまた戻ると。これはね、去年1年よりも頑張ってきたんじゃないかなと。すでにチャンネル登録をしてくれてる方々ってのはもうもちろんね、登録できないし、一回名前を見たり動画を見たりしてね、まあチャンネル登録登録はいいかって思った人たちって結構帰ってきにくいと思うんですよね。改めて登録するかって考え直すこと少ないと思うんですけど、その人たちを除いた今後僕たちのことを登録してくれるかもしれない人数、これってやっぱね、どんどん減っていくわけで、にもかかわらず増加数が前回増加したってことは、増加による増加ということで、もう増加してるなっていうぐらいすごいことなんじゃないかなって思ってきたんですけど、自信なくなってきました、今。まあ登録者がどうのこうのってね、そんな気にしてはないんですけど、やっぱ増えるとね、嬉しいもので、今年1年頑張ってきてよかったなと思っております。まああとこの動画を見てくれてる人ってもう完全に2パターンだと思ってて、まあ毎年ね、せっかくだし見るよという温かいファンの方々か、なんやねんこれは、一回見てみるか、見てみたけどどうでもええや、もう見んわっていう方々、この2パターンしかいないんですよ、きっとね。なのでね、またその話かって思われても別に問題ないと思うので、この2組の方々に関しては。また今年も言うんですけど、僕たちチャンネル開設日が10月12なんで、何周年記念つってね、毎年6人で振り返りやるんですよ。なので、このコーナーね、話すことが残っとらんと。出来事に関してはもう全部触れとると。マジでね、何やりゃいいんだ、この時間はっていうね、誰も得しない動画なんですけども。まあ、それでもね、僕が個人的に思ってることなんかを話す時間としてはちょうどいいのかなということで、事細かい何があったかってよりは、この1年のね、僕の思ったこと、そんな風に話していけたらいいのではないかなと思っております。まあ勝手にやっとるって話なんですけどね。まず去年の俺が言ってたことを守れたのかっつう話、しかもこの話題に関してはね、ちょっとね、触れたい、触れさせていただきたい、触れざるを得ない。そう、私東海オン哲也、いや親伊豆哲也、なんと2022年8月12日結婚しました。いやーすごい。去年ね、実は言ってたんですよ、結婚したいなーってね、後半の方でちっちゃくぼやいてたんですけど、いやーそれがね、叶いましたね。本当にありがたいことにたくさんの方に祝っていただきまして、 Twitter のいいね数がまさかの131万という見たこともね数字を叩き出してしまいまして、日本の Twitter の歴代なんか4位だか5位だかぐらいのいいね数っていうね、さすがに今後超えることはないだろうという数字が出てしまうというね、若干自分の Twitter のピークを感じるというね、寂しさもあるんですけど、本当にありがたいことで、皆さんたくさんのメッセージ本当にありがとうございます。ということで、去年言ってた結婚という目標を達成しました。そしてこの動画ね、皆さん見てるの31日でしょ。そして去年撮っていた動画も31日のね、夕方に撮っていたらしいんですよ、僕は。まあなんとギリギリなこと。しかしですよ、今年の俺は一味違うと。なんとただいま2022年12月29日やればできちゃう男だった。なんと2日も前から準備していると。こんな計画性今までにはなかったですけど、さすがですね。今年はやってんなと思うんですけどね。12月31日夕方4時、編集が終わらない。計画性なんてありませんでした。
そしてね、去年の俺は言ってないですけどね、これは今までにないね、圧倒的な変化、革命と言ってもいい。なんとですね、僕分け目買いました。わかりますか？9年間守ってきた、いや9年どこじゃないな、もう生まれてきて基本的にずっとこっちだったんですけど、それをなんとこっちに変えてしまうというこの革新的アイデア、今までやってきたことを逆にするってなかなか難しいんですよ。今看護師をやってるあなた、バイキンになれますか？今からなれないですよね。そんぐらいのことなんですよ。すごいでしょ。とまあね、そろそろこのシリーズを初めて見た方々が本当に呆れて去りそうなんで、ちょっと真面目な話に戻しますけども、今年という1年はね、無難にすごくまともに挑戦的な1年だったんじゃないかなと個人的に思っていまして、というのもね、東海オンエアなんかなんとなくスローガンみたいなものをね、僕が年末ぐらいに決めるんですよ。この世にあるスローガンの中で一番大したことないというか、軽微に扱っていいスローガンなんですけど、今年のスローガンがね、死ぬほど体を張るという内容だったんで、とにかく動画もね、今思い返すと大変なものが多かったし、端的に言うと YouTube を頑張っていたんじゃないかなと感覚として思えるような一年だったわけですね。正直ね、なんか実感があるわけではないんですけど、なんかこう崇められてしまう瞬間みたいなのがね、こうありがたいことでちょこちょこ増えてきて、まあ YouTube に入ってからね、ずっと後輩の気持ちでやってはきたんですけど、いつからかこう中堅のような感じになり、そして気づいたらね、周りは後輩ばっかりになり、気づいたらトップオブトップだの、 YouTube 界屈指の天才集団だの、ヒカキンはじめフィッシャーズ東海オンエアのこの4校がどうのこうの、これ以上言うと恥ずかしいですね。なんかちょっとね、ありがたいような、むずがゆいような、そんな感じだったんですけど、そう言われちゃうと、僕の精神としては、まあ若手みたいなね、始めた頃みたいなメンタルをやっぱこう忘れちゃいけないなってこうなるわけですよ。逆張りが好きなんですね、僕はね。やっぱりこう、型にはまりたくないというか、驚かせたい。そういう気持ちがやっぱりね、そもそも YouTube 始めたきっかけでもあったんで、まあ面白がってもらうためにはね、その予想通りのことやってちゃいけないよと。誰も思いつかないようなことをやって動画にしていくっていうのがやっぱりね、大事な要素かなっていうのは変わっていなくて、ほんとここまでもね、メンタルを持ってやってきたということで、そういう自分の根幹にある欲みたいなものにね、忠実にいけた一年だったんじゃないかなというふうに思います。なにこれ、ちょっと今回トーク動画ってことでお茶用意したんですけど、見えますこの湯気、あっつ、なにこれ、ちょ飲めないこんなん。東海オンエアならなんか違うことやってくれんじゃないか、なんかやらかしてくれるんじゃないかみたいな期待感っていうのは、皆様が抱いている以上に僕たちが僕たちにこう思ってること、まあ特に僕はね、東海オンエア全体に思っていることみたいな感じがして、東海オンエアここまでよくやってきたね、偉いね、大御所になってきたねって言われてるのも嬉しいんですけど、僕ない、今時の若手でもやらんとそんなことはみたいなところに行っちゃうみたいな、そこも含めてこう、そんな自分をね、こう客観視しながらも見る、客観的に見てる自分に見られながらも、これいいよねって自分から言って、で客観視してる俺に対してもだよなみたいな、そう、わかりますかねこの感じ。やっぱ予想通りのことをしたくない、型にはまりたくないっていうのはほんと強くて、見てるみんなだけじゃなくてね、自分の予想すらも裏切っていく、自分で自分に驚くみたいな、そういうことがないとやっぱりね、退屈しちゃうんで、絶対にこうね、決まりきったこととか当たり前のことってのはしたくないんですよ。そういう、なんていうの、この状態になると本当に頭が回らなくてね、本当に自分でもびっくりするぐらい何も考えずに始まっちゃうから、なんでお前先に考えないのなんて思ったりもするんですけど、そこが、あっつ、あーあー、ここが終点的、ここが終点的な年、あっつい、ここが、なんだお前、なんだお前、なんだお前。ということでね、非常に楽しくて大変で、ワクワクドキドキするような年でしたよということでした。来年の抱負はね、毎年ないない言ってましたけど、僕もね、29でもう30歳になる年なわけですよ。あ、年齢非公開なんで、すいません、忘れてください。まあ実は若くないわけでしてね、やっぱり体としては年々ね、衰えを感じるような気もするので、やっぱ昔と違ってね、人間としてのリアルな抱負、目標みたいなものがちょこちょこ現れ始めまして、見ていただけたらわかると思うんですけどね、昔と違って腹がやばい、シンプルに。これはまずいなということで、動画の企画でね、言っていたキックボクシングにそのまま流れでね、楽しかったんで続けちゃえということで、今続けております。これはもしかしたらね、初めて毎年毎年言っている、冬から筋トレすれば夏に間に合うっしょみたいなやつが、初めてちゃんとまともに行くのではっていうね、期待が今年かなり高いということでね、もう今年のまず ほんと何も考えずに思ったこと喋ってるんですけど、1個目に出てきた抱負、体かっこよくしたい。ちょっとなんか話題が
なんかあれだな、話題にガタ来てるわ。話題の老朽化がすごい。 YouTube 頑張っていくためにもこの資本であるね、この肉体替えが効きませんから。ビフォー撮っとくか。これあんまないですからね、この1年後同じ場所で同じ感じで撮れること。はい、これ正面ね、で横ね、で背中ね、で横ね、で下ね、で上ね、でアップね、でアップの横ね、でアップの後ろね、でアップの横ね、でアップの下ね、でアップの、てかこれ先に言えよって話なんですけど、来年のねスローガン、2022年が死ぬほど体を張ると。2023年のスローガン、どこかで言いましたけどね、今回はクソほど休むでございます。まあ、これもね逆張りの話になっていくんですけど、10周年を迎えますよ今年ね。今から10ヶ月後10周年、これ素晴らしいことだ。いろいろ考えてます。10周年プロジェクト、動画だけじゃなくてね、いろんなことが動いていますよ。大人たちにたくさん協力してもらって、もうバディさん総出で、さらにいろんなところ総出で動いてもらってるんですけども、じゃあ普通ねクソ頑張って体張るだろうと。チッ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 。あ、2バージョン出ましたよ今日は。ね、効果音タイプと声タイプ2バージョン出ちゃいました。全然違いますよ皆さん。ここで休む、これ何が重要かっていうと、間違いなくね勝手に頑張っちゃうんですよ東海オンエアという人たちはね。基準がまずここら辺、もう水面ギリギリにあるよって。でここで頑張るという目標を立てると、こう上にね振り切っちゃうよって。こう振り切りが面白いなんていう年だったんですけど、去年はね10周年って時点でもこの辺まで上がってるわけですよ。ここで休むよっていうことによって、イングーってこの辺まで降りていく。でも10周年というのは計り知れない、いろいろやりたいことも増えてくる。年々ね、ありがたいことにいろんな仕事もいただけますから、飛びつかざるを得ない話もたくさん来る。そうしたらこれが自然とまたグググッと上がってしまうと。でこれでギリギリキャパオーバーするかもぐらい。でも去年はねもっともっと頑張ってキャパ超えながらやってましたから、ちょっと今回キャパギリギリかなぐらいのところの密度で10周年を迎える。アスリートとかで言うと、もうこたつでぐーたら寝てるわけじゃないですよ。もうアップしていい感じにこう体が動いてきたなーぐらいの感じで本番が始まるみたいな、それぐらいに持っていくためのクソほど休むと。そういう話なのでね、バカみたいにサボるよって意味ではないですよ。まあバカみたいにサボるぐらいの気持ちでいいと思うんですけどね。まあ総合して言いますと、東海オンエア的にも個人的にも素晴らしい年だったんじゃないかなと。で来年はもっと素晴らしい年になるよね、ハムだろうと、リコちゃんみたいなことを言いながらね、この動画を終わりたいと思います。ということで、今年も皆さん本当に応援ありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、良いお年を。さて、買ったリンゴでも食べようかな。あー。